カ,イカメルマガ周波数を高める2018年4月28日おはようございます一般社団法人開カ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です本日もお聴きくださっている皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう開カより応援しています本日の 開花メ,ッセージメルマガ読者よりご質問をいただきました。私が周波数帯を高めたことで、私自身の変化を起こせました。旦那様が周波数帯は、私と共振したってことですかでも、同じ「ド」なら共振しますが、旦那様が「ミ」だったら共振しない。つまり、引き上げが起きないってことですよね。そうすると、 私の周波数帯が上がって、旦那様も変化したことが理解できなくなります。旦那様と結婚したということは、もともとは同じ波長だってことですかとなると、同じ波を出していなければ、相手の周波数を高めることはできないということですか強心と周波数帯を高めるは、別に考えるものですか私が、とで旦那様が、美だと、周波数が違うから強心しない。 そうですね。それはその通りです。それと振動数を高めるということはどう考えるか最後の方の図は先ほどできたパワーポイントも使うので開花トレーナーも始めてみます。まず強振というのはこの図で高い度と低い度は整数倍で高い度が鳴っていると低い度は自然となり始めます。これが強振ですね。 これから振動数を上げていく仕組みをお話しします。まず、高校の物理でも言っている。ドン引きしないで図を見てくださいね。最後すごい話にもっていきますので、波の重ね合わせの原理というのは、1、2つの波がうねうねの上側同士でぶつかると、波が2倍の波になります。上手の一番下の波、この、 2倍の大きさの波1つは波が1つかなと思いきや情報としては2つです。では今度は22つの波がうねうねの上側と下側でぶつかると波が0消えます。情報が何もないのかと思いきやしっかりと保存されています。これが何もないところに全てが保存されている。 というゼロポイントフィールドの考え方です。さらにここからが今作った新しいスライドです。3違う周波数の波がぶつかったらこれも重ね合わせの原理青とオレンジがぶつかるとこの赤い線になります。その場所その場所で青プラス0.5オレンジプラス0.8イコール赤プラス1.3青 プラス0.5、オレンジ、マイナス0.8、イコール、赤、マイナス0.3のように、瞬間瞬間を足し合わせます。これは高校の中間テストなどで、出てくる図の書き方です。図を見るとわかるように、違う波同士が合わさると、ギザギザが増える感じですよね。では、4、違う周波数をたくさん合わせると、というように、 この図のピンク。もっと。ギザギザが細くなる。イコール。ヘルツが大きくなる。イコール。振動数が高くなる。何かお気づきでしょうか違う周波数をたくさん合わせる。ので。振動数が高くなる。衝撃的な瞬間。自己否定のヘルツ。許さないのヘルツ。苦しいのヘルツ。感動のヘルツ。嬉しい。のヘルツ。 いろいろな感情を自分のものにしたとき、愛になるんです。つまり、私は、う、旦那さんは、み。だから、周波数合わないから、共振できないから。だから、しょうがないのよ。では、周波数は上がらない。です。違うと思っているのは、現在レベルや潜在レベルの浅い方。集合意識側では、魂側では、 意味があっってて一緒になっています。脳みそレベル、健在意識レベルで、あ、この人とは共振できない。周波数、違いすぎるから。と、区別していると、その方の振動数はいくらやっても高まりません。私がお師匠からお叱りを受けたのは、結婚とは、神様の前で近い子を取るんや。神様の前で近い子を取るのに。 夫が妻を大切にせん男は信用に足らん。相手を理解しよう。私のイライラを理解しよう。私のエゴの根っこを探そう。そう向き合ってきたおかげで、今、妻は私にとって一心同体の形見、片割れ、です。たくさんの感情を感じ、消化していた先に、愛がある、んです。つまり、振動数が高くなる。 んですね結婚したということは潜在意識よりももっと深い集合意識側ゼロポイントフィールド側でこの2人が理解し合うと2人とも最強の愛になりますよというような強烈な波同士を持っていて結婚して数年すると脳みそレベルでは「えこの周波数全然居心地悪いんですけど絶対許せないんですけど」 生理的にアウトというと、い感情を味合わせてくれます。でもその波を重ね合わせた時に相手を理解した時にあるいはお相手がお亡くなりになりエネルギーの解放になった瞬間にとても深い愛の振動数へと至りますということを約束しているんだと思います。その結果その相手の存在が感謝ヘルツとなります。 そしててかかつての関係性から卒業となりますこれは嫌だから別れる居心地が悪すぎて離婚するのではなくて思い起こしても感謝でしかなくかつての関係性から違う関係性に至る状態です別れそうになったけれど魂からのメッセージに気づき最高のパートナーとなった方々も何例も知っていますもう一度伝えます 非常に大切なところですあの人とは周波数が違うからという考えではこれを言っている人の振動数は高まりません振動数の違う人をいかに理解するか自分のたくさんの感情をいかに理解寄り添うかこれによってたくさんの波の重ね合わせによって振動数は高まっていきますつまりあなたが愛の人になっていくんです 好きな人、居心地のいい人の前では誰だって気分よく愛を振りまけます。愛の人とはどんな窮地でも状態でもじわっと愛の振動数で存在できる人です。私も意図しています。言ってる本人がとならないよう意識しています。これが無意識でもなれるといいですね。いつも最後までお聞きくださり、 ありがとうございます。では、お聞きくださっている皆さんにとって、素晴らしい一日となりますように。